皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行りが3つですね。続きやっていきたいんですけど、いかんせん鼻声なんですよね。なので、ちょっとこもってるような声になってるかもしれないんですけど、これは今の私のデフォルトなので、ご了承ください。僕はいつしかかけていた。目的地に早く着きたかったわけではない。ただ全力でかけ続けていなければおかしくなってしまいそうだった。どこに向かって走るのこれ。まだ雪乃さんの新しい家知らんよね。僕の進路を防ぐ形で一台の車が止まった。僕はすぐには止まれず、そのド派手な赤いスポーツカータイプにぶつかってしまう。え、ぶつかった。チャットドアを開けて降り立ったのは、鴨泉警部補だった。お急ぎのようね。当然のように、警部補は怪我はないかなどと尋ねたりはしない。やばいもんな。それ聞いたら、自分が引いたことを自覚してることバレてしまうから、そら無視するよね。引いてないよねっていう。あなたがどんな結論を出すのか、ちょっと気になったものだから。よく僕の居場所がわかりましたね。簡単よ。あなたの知能がマシな部類なら、答えはおのずとわかるはず。もしかして、心配してくださったんですか？不器用だけれど、意外といい人なのかもしれない。いいえ、ただの好奇心よ。そうですか。まあ悪い人ではない感じはするけどね。ちょっと言い方があるなだけで。いや、やっぱりくせ者だった。で、どうかしら。あの事件、あなたはどう読み取ったの？雪乃さんが、と言おうとして僕は言葉を飲み込んだ。僕が出した結論を今この人に告げたくないと、なぜか強く思ったからだ。どうもこうも。おかしい点はないかと思います。そう言い切る前に鴨泉警部補の目が突然険しくなり、僕の言葉は宙ぶらりんなままになってしまった。それ本気で言ってるの？そのつもりですが何か。呆れた。日本の警察なんて所詮はこの程度なのね。こんな答えしか出せないなんて。出た出た、欧米比較。投げかわしげにそうつぶやいて警部補は頭を振る。本気で君はこの事件はただの自殺だと思うの？ええ、多分。後ろめたいだけに警部補の突き刺すような視線を避けてしまう。あいにくだけど、私のプロファイリングはノーと言っているわ。ではまさか呪いが原因だと？呪い？あなたこの仕事向いてないんじゃなくて。今のは忘れてください。これオカルトルート用のセリフかな。私の精神衛生のためにもそうするわ。水上くんはプロファイリングについてどのくらい知っているのかしら。プロファイリングですか。僕は慌てて頭の中の引き出しをかき回す。心理学や犯罪学、行動学をもとに、犯行現場や犯行手順から犯人のタイプを割り出し、そこから犯人像を確定し、検挙に至る。最低限の知識はあるみたいね。本当に最低限だけど。相変わらず一言多いが、今は腹を立てる気にもならない。プロファイラーを舐めないでもらいたいわね。鴨泉警部補は、ふんと鼻を鳴らしていった。え、舐めてるつもりなんてありませんけど、汚いもん。私に今のあなたの心境が見抜けないとでも思ってるの。嘘がつけない男ね、本当に。これを言われるのは何度目だろう。嘘がつけないのは本来いいことのはずなのだが、刑事という職業にはそれが欠点となるケースが多い。じゃあ、雪乃さん
が殺した可能性があるっていう結論にたどり着いたことも読んでんのかな。あなたさっき私を見たとき何て言ったか覚えてる？こんにちは。なんて言ってないでしょ。ごまかさないで。私なら正確に言えるわ。もしかして心配してくださったんですか？あなたは確かにそう言ったのよ。え、それがどうしたんですか？心配して。なぜ私が心配すると思ったの？それは、教えてあげるわ。それはね、あなたが雪乃さんが犯人だという結論に行き着いたからよ。もうそこも読まれてるわけね。言葉が続かない。だから私が心配すると思った。違う。正しいかもしれない。だが僕は何も言わなかった。正しく言い当てられるということがどれだけ残酷かをこの人は知っているのだろうか。いや、この人のことはどうだっていい。僕は自分の中に芽生えた雪乃さんへの疑念をどう処理していいかわからず、ただ闇雲に飛び出してしまい、挙句の果てに一番見抜かれたくないプロファイラーに見抜かれてしまっている。私たちは同じ結論に達したようね。だから君の居場所が分かったのよ。君の知能が多少はマシな方なら、春日雪乃が犯人という現実に行き着くのが必然だから。僕は黙り込んでしまった。ここどこなん？これ警視庁の下じゃないの？警視庁の駐車場、関係者駐車場出入り口みたいなところにいるのかなと思ってんねんけど。僕は黙り込んでしまった。これ以上語る言葉を持っていなかったのだ。息が詰まりそうな沈黙。認めたくない現実。いいわ。認めたくないのなら一から説明してあげる。まるで大学の講義よろしく、鴨泉警部補は雪乃さんが犯人である根拠を述べていった。そしてそれは僕が辿った道筋とほぼ同じであった。もっともこれはあくまでプロファイリングの結果。これをどう捉え、どう利用するかはあなた次第。ただし、人が殺されたからには理由があり、手を下した犯人が必ず存在する。死んでほしいと願っただけで、人は死んだりしないものよ。私は明日、春日雪乃にこの事件に関しての任意同行を要求する。それまでの時間、あなたが何をするかは自由だわ。私の邪魔をしない限りね。そう言い残すと、真っ赤な車は颯爽と走り去っていく。でも鴨泉さんさ、いい人なんじゃないの？いい人っていうか、ある程度は水上くんを信用しているというか、ある程度は人のことを信用できる人なんじゃないの？一人残された僕はといえば、いつの間にか携帯電話を手にしていた。え、これ電話するでしょ？ねえ。だって、家わからないと。僕は意を決して雪乃さんに電話することにした。喜ぶで、雪乃は。電話口に出た彼女は優しく心地よい声で僕の誘いに応じてくれた。胸が痛んだ。僕は初めて雪乃さんに会うことが辛いと思った。そうやな、最後にだって会ったのって、好きになってもいいかな発言の後やもんね。雪乃さんからしたら、あ、わー、お花畑ってことやもんね。で、ここね、御用達のね、いつものファミレス、いつもの席。向かい側に雪乃さんが座れば、僕たちはどういう関係に見えるのだろうか。恋人、それとも。僕に遅れること数分、やってきた雪乃さんはいつもと変わらず、穏やかな、けれどどこか定感じみたものが
混じった笑顔で現れた。珍しいね、水上くんから呼び出すなんて。ごめん、こんな時間に呼び出したりして。いいの。一人で部屋にいると余計なこと考えちゃうから。テーブルの上に乗った雪乃さんの指には、この間まであったエンゲージリングははめられていない。もう過去のこととして整理がついたからだろうか。それとももしかして僕と会うために。どうしたの、水上くん。何か用があったんじゃなくて？ああ、うん、そうなんだけど。つい思考が脱線してしまうのは、本題に入ることにためらいがあるからだ。ともすれば、僕の目は雪乃さんの右腕に行ってしまい、いかんいかんとテーブルの上に視線を戻す。そんな僕の心の揺れを、雪乃さんは敏感に感じ取っていたのだろうか。それでも何とかして切り出さなくてはと言葉を選んでいると、雪乃さんがぽつりとつぶやいた。主人の自殺のこと、まだ調べてるんでしょ。きっと私、疑われてるんだよね。そんなことは。ないと言ってしまえば嘘になるから、僕にはどう答えていいのかわからない。その迷いは言葉にしなくても伝わってしまったようだ。雪乃さんは寂しそうに少し笑う。いいの。疑われるだろうなとは思ってたし。でもね、私殺してなんかいないよ。正直言って死んでほしいと思ったことは何度もあった。特に画廊が倒産して、あのアパートに越してきてからはね。酔っ払って寝てるあの人を見て、今なら殺せるんじゃないかって何度も考えたよ。でもできなかった。頭の中でははっきりと殺す手順まで考えられるのに、やっぱり怖くてできないの。雪乃さんの横顔は最初に再会したあの時と同じ表情だった。妙にうつろで魂だけが抜け出して、どこかをさまよっているみたいな空虚さ。僕の言葉など求めていないかのように彼女は喋り続ける。こうやって男の人と会うなんて久しぶり。あの人が生きてた時にはとにかく監視が厳しくて、夜出歩くなんてもってのほかだったから。でももう私、何でもできるんだよね。行きたい時に行きたいところに行って、会いたい人に会える。けど不思議ね。まだあの人が怒って私のこと、家で待ってるんじゃないかって気がする。もういない人なのに。未練なんて全然ないのに、不思議ね。寂しくはないの？ちっとも。だってあの人、死んで当然だもの。その言葉で、なぜか僕の胸がズキリと痛んだ。あのさ、衝動的に言葉が出そうになるのを抑えると、頭の中でゆっくり言葉を選ぶ。ん？どうしたの、水上くん。言い出しにくいんだけど、雪乃さん。いやー、汗ばんだ拳をぎゅっと握ると言葉を続ける。これでもあと、うわー、下聞きたいけど、勇気ポイントが一個しか残ってないねんな。何かあったの？ごめん、思い出したくないから。そっか。しばらくテーブルを見つめていた雪乃さんは、ゆっくりと微笑を浮かべて僕の方へ顔を向けた。けれどもその笑顔はやけに張り詰めていて、ほんのちょっとしたことで今にも崩れてしまいそうだ。水上くんはどうして警察官になろうと思ったの？え？僕？そう。突拍子もない問いに少し考え込んでしまう。そうだな。最初は単なる憧れだったんだけど、親にひどく反対されてね。そこまで言うなら、こっちも意地でもなってやる。キャリア組に入れば何も言わなくなるだろうって、がむしゃらに勉強して。
それで気がついたら鳴ってたって感じかな。なんか水上くんらしいね。でも警察官って大変でしょ。大変なのはどの仕事でも同じだよ。でもそうだね。初めのうちはとにかく事件を解決するので必死だったけど、最近変わってきたような気がする。よく人にはそれぞれの役割があるって言うけど、僕にとっては今の仕事がそうなんじゃないかなって。つまり、憎むべき犯罪者を捕まえて安全な暮らしを守ることが？もちろんそれもあるけど、でも救いようのない犯罪者なんて実際にはそうそういないよ。たとえ結果として犯罪を犯してしまった人たちも、他に解決策を見出せないぐらい追い詰められたりして。現実は小説やドラマほど分かりやすくないからね。それは僕がこの仕事を始めた時から感じていたことだ。だが特にこの1年、編纂室に勤務してから出会った人たちを見ていて、改めてそう痛感した。ことによれば根っからの悪人の方が楽に違いない。僕の見てきた人たちは、もう他が見えないぐらい何かに追い詰められ、あるいは取り憑かれたようになってしまい、そして結果犯罪に手を染めてしまう。だけど力で問題を解決したところで、全てから解放されるわけでもないのだ。犯罪者というレッテルを貼られた人々は、また新しい十字架を背負っていかなくてはならない。よく聞くよね、十字架を背負うって。死んでしまった人はもう何も言うことができない。だから僕たちはきっとその死者の代わりなんだ。もう上げられない声の代わりに、確かめた真実を犯罪者たちに告げ、犯してしまった過ちを振り返り、後悔してやり直すための時間とチャンスをあげる。今はそんな風に考えているよ。憎しみだけならきっとその方が楽だ。でも現実にはそれだけでは終われない。死者は永遠に立ち止まったままだが、生き残った僕たちにはまた新しい日がやってきて、過去と折り合いをつけながら前に進んでいくことしかできないのだ。あ、ごめん、なんか語っちゃって。雪乃さんが不意に僕の顔を覗き込んだ。そうすれば僕の胸の中まで見透かせるんだとでも思い込んでいるみたいに。雪乃さん、水上くんは優しいね。そうかな。自分ではそんな風に思えないけど。私そろそろ帰るね。あ、じゃあ送っていくよ。呼び出したのは僕なんだし。未亡人に下心？わあ、雪乃が、雪乃が本性を。冗談だよ。夜道の一人歩きはちょっと怖いし、お願いするわおまわりさん。初めて見る雪乃さんの新しい住まいは小綺麗なマンションだった。玄関もオートロックで真新しいタイルが街灯に照らし出されて、つやつやと光っている。ここが新しい家？そう、あの7階の隅っこ。すごく日当たりがいいのよ。雪乃さんが指したのは7階の角部屋。結構な広さのベランダもついていて、確かに日当たりが良さそうだ。ようやく女の子の一人暮らしって感じの家になったでしょ。旦那の保険金はまだ降りてないけど、だけど私だってちょっとぐらいなんて思って、パート先で前借りして思い切って借りたんだけどね。パート先前借りさせてくれるんや。前とあんまり環境が違いすぎて、かえって落ち着かないぐらいだわ。左手のひらでキーホルダーを転がしながら、雪乃さんはにっこりと笑顔で振り向いた。わざわざ送ってくれてありがとう。せっかくだからお茶でもって言いたいところだけど、まだ部屋の中が片付いていなくて。いいよ、そんなの。そういうのはまた今度ゆっくりね。
また今度って。あなた明日、任意同行されますけど。水上くん結局何にもできてないやん。マンションの中に雪乃さんが消えても、僕はその場を動かずにいた。やがて彼女が指さした部屋に明かりが灯る。カーテンを閉めようと身を乗り出した彼女が僕に気づき、ベランダから軽く手を振ってみせた。はっ。右腕を上げて。僕はハッとした。やはり雪乃さんの右腕は治っていた。これで最後のピースがピタリとはまった。だがこれは雪乃さんのミスではないだろう。明らかに僕に見せるために右腕を上げて手を振ってくれているのだ。まるで最後の別れを告げるかのように。それに片手を上げて答えようとし、僕は息を呑んだ。部屋の明かりを背にベランダに立った彼女。その背中に黒い人影のようなものが見えたのだ。顔形はわからない。ただ直感的にそれが人であると判断しただけだ。だがそれも瞬きをしているうちに見えなくなってしまった。気のせいだったんだろうか。彼女はもう一度バイバイというふうに微笑みながら右手を振って窓とカーテンを閉ざした。僕もマンションに背を向けて歩き出す。今の影はただの錯覚だったんだろうか。黒い人影。黒い女。脳裏をよぎった奇妙な符号に嫌な予感を覚えずにはいられない。そういえば小暮さんと小関さんは大丈夫だろうか。あ、忘れてたね。翌日、鴨泉警部補から電話が入った。あなたから頼まれていた絵の具の分析結果が出たわ。三雲荘202号室の壁にあった例の絵の成分だ。やはり毒素が含まれていたわ。それを体内に吸収すると気分が悪くなったり、幻覚症状を引き起こしたり、最悪の場合は死に至るそうよ。これではっきりした。202号室の住人が立て続けに死亡したのは、この毒素を知らず知らずのうちに吸ってしまっていたためだろう。大家の小関さんや小暮さんの容態が悪くなったのも同様だ。おお、小暮さんはさ、絵の上にかかってた鏡を触っちゃったから、すごく近くで絵を見て、それを吸ってしまったからってこと？で、小関さんは部屋の中見に来たからってこと？じゃあ、水上くんと雪乃さんでは、雪乃さんなんか幻覚見てんのかな？また、あの部屋を中心にして起きているという数々の不可解な出来事。幽霊を目撃したという話や、妙な足音、物音も、その毒素を吸ってしまったがための、幻覚や幻聴だと考えれば全て説明がつく。どんな毒素やねんそれ。ならば202号室の過去の住人の死や失踪と今回の事件は別物だったということか。だから言ったでしょ。この世に呪いなんて非科学的なものは存在しないのよ。勝ち誇ったように言われるのはちょっと尺だが、今回ばかりは仕方ない。僕はそうですね、と小さく答えた。それから昨日宣告した通り、今から春日雪乃に任意同行を要求します。いいわね。はい、構いません。任意同行とはいえ、警部補は容赦しないだろう。雪乃さんの右腕のことが警部補に知られるのも時間の問題と言えた。僕も行きます。言って何ができるというわけでもなかろうが、僕はいつになく強い口調で言っていた。勝手になさい。ただそれだけ言うと電話は切れた。
小暮さんの運転する車に乗り込み、雪乃さんのマンションへ向かう。その幻覚が見える可能性のある毒素吸ってる小暮さんに車を運転さすのって大丈夫な？半死半生の体で何とか出勤してきた小暮さんだったが、事件が終幕を迎えていることを知ると、果敢に協力を申し出てくれたのだ。渋滞にさえ捕まらなければ、マンションまであと20分あれば着くだろう。できれば、鴨泉警部補より先に雪乃さんに会いたいのだが。その時、携帯電話が着信を告げた。小暮さん、ちょっと待ってください。雪乃さんから電話が。神妙な顔で小暮さんがうなずく。もしもし？水上くん？ごめんね、いつも仕事中にばっかり。やけにノイズが混じる電話の向こうで雪乃さんの声が響く。いや、大丈夫だよ。それより急に何かあった？あのね、水上くん、私あなたのこと騙してたの。騙してたって何を？本当はね、私が殺したの。ああ、やっぱり。雪乃さんの言葉が胸に広がっていく。虚しいばかりの虚脱感が来て、すぐに次の言葉に備え全身が身構える。あの人っていうのはご主人のこと？そう、私の夫、春日圭一。殺したのは私。なんで殺したのか聞かせてもらえるかな？なんでかしら。理由なんてたくさんありすぎて自分でもわからないわ。あの狭いアパートであの人と暮らすのも嫌だったし、毎日毎日あの人が酒臭い息で私を罵るのも、暴力を振るわれるのもうんざりだった。原因は全部あの人にあるのに、これはお前のせいだ。お前が俺の生活を狂わせたんだって、あの人言ってたわ。原因って、もしかして贋作作り？知ってたんだ。うん。でもね、言い訳にしか聞こえないかもしれないけど、私嫌だったの。そういう形で美術を冒涜していくことが。でも逆らえなかった。だから手が治っていないふりをしてたのか。たとえ安アパートに落ちていこうが、偽の絵だけはもう絶対に描きたくなかったの。だからずっと騙し続けた。それがご主人にバレてしまったんだね。ええ、あの何日か前に車にひかれそうになった子供を助けたことがあるの。なるほどね、その時に右手を使ったから旦那さんが怒ったんや。そう、雪乃さんは身を挺してその子を救い、おかげで怪我人は出なかったという。それを見た春日圭一は怒った様子で、雪乃さんを残して帰ってしまったという話だったが、つい車道に飛び出してしまって、その時に右腕を使ってしまったのよ。それで、雪乃さんらしいと言うべきか。そしてそれがきっかけで夫に腕のことがバレてしまった。運命というのはいつも気まぐれで残酷だ、などと言うと、僕も運命論者に聞こえるのだろうか。超自然現象などないと言い切ったこの僕が。大きな時の流れの前では人は何の力も持たない。もしも僕がもっと早く彼女と出会っていれば、あるいは雪乃さんが夫の暴力を警察なり家族なりに訴えていれば、こうしていれば、ああしていれば、時はいつも流れ続け、そこを遡ることは誰にもできない。それでも僕はこんなにも失われた時間を取り戻したいと願ったことはなかった。雪乃さん、とにかく今そっちに行くからそのまま待ってて。どうして？何を待つの？一緒に自首しよう。情状酌量の余地はある。僕も可能な限り力になる。だから、嫌よ。その一言はごく自然に、何もおかしなことではないというように、さらりと吐き出された。
どうして私がそんなことしなくちゃいけないの？雪乃さん？声は同じなのに、語調が変わったわけでもないのに、たった一瞬のうちに電話の向こうにいる相手が知らない誰かになってしまったようだった。ぞくりと手足の先からおかんが駆け抜ける。もう私は自由になりたいの。なんであの人のために私が刑務所なんか行かなきゃいけないの？おかしいよ、みなかみくん。どうしてそんなこと言うの？あどけない。しかし残酷な雪乃さんの言葉を耳にしながら、僕の視線は自分の足元に釘付けになっていた。車の狭い助手席。足元の暗闇で何かがうごめいている。雪乃さんの言葉も壊れたダムから水が流れ出るように止まらない。自由になりたい。自由になりたいのよ。ねえ、分かってくれるでしょ、みなかみくん。そうだ、みなかみくんも一緒に逃げよう。誰にも見つからないところへ行くの。みなかみくんは何もしなくていいよ。全部私がしてあげる。ね、素敵でしょ。怖い。これ、雪乃さん死んでない？大丈夫？ごめんね、みなかみくん。でも私、後悔はしてないの。何度あの瞬間をやり直しても、私はあの人を殺すんだわ。あなたの願いは何？全部叶えてあげるわ、私が。いつかみなかみくん言ってたよね。罪を犯した人にはそうするしかないぐらいに追い詰められた理由があるって。だからやり直す機会をあげたいって。でも私はダメ。そうじゃないの。何度だってあの人を殺してやる。そうするしかなかったんじゃない。私がそうしたかったの。ちょっと雪乃さんこれ。もう電話の向こうに何人の雪乃さんがいるのかもわからない。囁き声は重なっていき、それが電話の向こう側の声なのか、耳元で囁かれているのか、それとも直接脳に訴えかけられているのかさえもうわからない。そしていつしか足元の暗闇は、ただの轟きが徐々に形をあらわにしていた。黒い衣服に身を包んだ女。あの202号室の壁に書かれていたような女。白い顔の半分以上はベールで隠されていて見ることができない。ねえ、どうして私があの人のためにこれからも苦しまなくちゃいけないの？ごめんなさい、みなかみくん。ごめんなさい。私はどこで間違えちゃったんだろう。ただ純粋に絵が好きだったあの頃に戻りたい。戻りたいの？みなかみくんなら分かってくれるでしょ、私のこと。見捨てたりしないで。苦しめないで。私のことをもっと愛して。ごめんなさい。でも私後悔はしてない。最後にみなかみくんに、一番好きだった人に会えてよかった。もしかしてこれ、電話口がさ、ノイズが走ってるみたいって言ってたけど、飛び降りようとしてないよね。黒い服の女は身動きできないでいる僕の膝に手をかける。真っ白な細い手を。そして。うわ。終わった。あかんわ。音読をしようと思うと、絵の方に目がいかないから、なんていうの、こう、読もうとして、あ、でも絵出てる、絵見てる間に、あ、次読まなって言ってる間に字が消えていったね。その後に僕は何と言ったのだろう。それは永遠にわからない。僕の背中を激しい衝撃が襲ったからだ。